ちは、急性期が不鑑定士の佐々木ひろのです。こんにちは、河合ゆきのです。今日はエステの日で一緒に動画に出演してもらってます。はい。私あさって同会スペシャルセミナーという仕事運を開く講座を行うんですが、それについて今日ゆきのちゃんにちょっと質問したいと思います。はい。最初ちょっと私の同会言うと、私は同会が一泊でカウンセラー気質っていうことなんですけど、私全然自分がそんなこと思ってなかったんだけど、この同会スペシャルセミナー受けてやってみようかなと思って今に至っています。ではゆきのちゃんはどうだったのか教えてください。私の同会は同会休止を持ってるんですけど、同会の休っていうとどういう性質を持っているかっていうと、旧って目立つ存在とかカリスマ性があるっていう意味があるんですね。で、実際私はどうかっていうと全然そんなことなくって、もう人前に出るのは苦手だし目立つのも苦手なタイプなんですね。で、その環境を開いていくためにその苦手なものをどんどん自分でやっていくことによって、同階級が開いてくるっていう意味があるんですけれども、もう苦手の中でもどんどんチャレンジしているっていう現状が続いてます。でもそのおかげで鑑定士さんとしてね、随分自立してきてると思うけど。はい、ありがとうございます。はい、こんな風に同階っていうものを勉強すると自分が、仕事でどんなことをすればいいのかっていうのが分かってきてとてもいいですよ。はい。じゃあどうもありがとうね。はい。それでは今日はこの辺で、ごきげんよう。